皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ軍がドネツク方面で村を解放しました。えー、もう一つが、ニジェールで軍事クーデターですね。では参ります。 え本日は、ウクライナ軍の前進村を解放したという話と、あとは、ニジェールの軍事空出た、ロシアがやったことを話したいと思います。その他トピックスという形になります。えー、まずはこちらから行きましょう。平野さんでございます。ウクルフホルムの方ですね。よろしくお願いします。 え、ゼレンシキー、ーウクライナ大統領、ドネツク州、スタロマヨルシケ村の解放を報告する軍人の動画を公開ということでございまして、えー、もう動画で動かぬ証拠ということで、ウクライナ軍が村を解放したという情報が入ってきましたね。場所はどこかというと、今回ですね、大規模に南下を始めたザポリージャ方面ではなくて、その南部戦線のもっと東の方ですよね。 うん、ドネツク方面になりますけれども、ここ,こでマカリフカのところでまあ戦線が止まっていたのを、ウクライナがじわじわ南下していたわけです。えー、ついに、えー、これ航空版のオロンジエクサの地図なんですけれども、スタロマイオルズキーって書いてありますね、うん。スタロマイオルズキーって書いてありますけども、先ほどのと一緒の村になります。はい、ここを完全に解放しましたということでございます。 その横に、ウロジャイネという村もありますけれども、ここはですね、あの、市街地点に突入してますけれども、まだ半分以上残っている形。なんでかっていうとですね、川があるんですね。うん、これ待ち続きだったら包囲してる形になるんですけれども、ちょっと川が邪魔しているので、ウロジャイネ、隣のウロジャイネに関しては、まだちょっと、え、見守っていかなければいけないかなという気がします。で、こっからさらにもう一押ししなければいけないんですけれども、もう一押しすると、 えー、いよいよ、ロシアのですね、えー、残酷戦、うん、第一残酷戦というか防衛戦に到達するということになりますね。うん。なかなかに守備が固いんですけれども、ウクライナ軍今頑張って前進しております。えー、変わらずに応援をしていきたいというふうに思います。 はい。ではですね、次、ニジェールの話に行きましょう。数日前からですね、ニジェールで軍事クーデターなのかと、軍事クーデターかもしれないみたいな話が出てたんですけども、軍事クーデターでしたっていう話です。BBC です。ニジェールで兵士らがクーデターを宣言、大統領を拘束ということでございまして、大統領拘束されてしまいましたね。で、この背後関係は何かと言いますと、大統領は西側派です。うん。 いわゆる民主主義派になりますね。アメリカとか、まあヨーロッパとうまくやっていこうとしていた大統領です。それを軍がクーデターを起こして拘束しました。じゃあ、この軍を支持していた、支援していたのはどこかっていう話です。これがロシアということになりますね。それを端的に書いてくださっているのがミリレポさんのツイートということになります。よろしくお願いします。 西アフリカのニジェールで軍事クーデターが発生。モハメド・バズム大統領は拘束され、軍が政権を掌握した。隣国マリとブルキナファソでも近年クーデターが発生し、ロシア寄りの軍事政権が誕生している。バズム氏の西側寄りだったということですね。うん、大統領は西側寄りだった。うん ということなんですよ。で、今回、ウクライナへの侵略戦争で、ロシアファンの皆さんが、ユーロマイナーを批判してますね。アメリカが金入れて政権を変えたんだと、クーデターだという言い方してますけども、それを批判するんであれば、ロシアが、え、軍部などを支援して起こしている、こういうクーデターですね。うん、これも批判しないとおかしいんじゃないのっていう、そういう気がしてしまいますね。で、現在、アメリカは、えー 主にですね、主に資金を入れるだけっていう形になってます。で、ロシアはあからさまに軍部を支援しているような状況になっているということですね。えー、ちなみにですね、えっ、ー、とね、国民の中でもこれ割れてます。で、ロシアが支援してるっていうのはもう、あの、ニジェールの中国民も周知の事実ですね。うん。実はとか裏ではとかっていう話ではなくて、もう公然のことになってます。 ちょっとこちらご覧ください。これですね、あのー、まあ、街中で、今回軍事クーデターが起こりました。で、大統領を支持する派と、あとは軍部を支持する派っていうのはやっぱりいて、軍部を支持する派は、こうやってロシアの国旗をもう掲げて喜んじゃってるような状況です。うん。で、ちょっとね、一人あの、日の丸をつけてるような方がいて、異常者さんがですね、あの、日の丸を身につけてるようにしか見えないんですが、なんでしょうかこれはって言ってるんですけども、これはニジェールの国旗ですね。 うん。真ん中のところがちょうど白に赤丸なんですよ。ニジェールの国旗って。多分、三分の一ぐらいを折り曲げて、あの、体に巻いてるんだと思います。そうすると、あの、日本の日の丸のように見えるんで。うん、じゃあないかなというふうに思います。日本支持者がロシアも支持してるとか、そういう話では全然ないということですね。つまり、ニジェールの国内では、軍部はもうロシアが支援してくっついてるっていうのは周知のことになっている。その軍部がクーデターを起こしましたという、そういう話でございます。で、問題は、これが起こったタイミングっていうやつですね。 うん。同時に国際社会で起こっているアフリカを巡るものって何かっていう話なんですけども、それはロシアで起こってるっていう話ですね。こちらでございます。明宝さんですね。よろしくお願いします。7月27日から28日の2日間ですけれども、ロシアのサンクトペテルブルグで開催されている第2回ロシアアフリカ首脳会議というのが開催されています。うん。で、これ、首脳級の会議なんだけども、第2回目なんですよ。 で、第1回目というのは、アフリカ54カ国すべてが出席しました。その上で43カ国が首脳級で出席をしたんです。ところが今回というのは49カ国が参加を表明して、参加国がそもそも減りました。そのうち首脳級を出席させたのはわずか17しかいなかったということですね。 うん。しかし、それ以外にも、あのー、まあ、副首相とかもそうですし、あとは大使館員とか、いろんな、ま、関係者は当然出席はしているんですけれども、だいぶロシアと距離を置こうとしているのがわかりますね。で、ニジェールは大統領が拘束されてるんでわかりますけれども、大統領は出席していなかったということですね。で、おそらく、ま、ロシア派の人たちが出席して身の安全を確保している間に、軍が動いて大統領を拘束したみたいな状況になっているということですね。 うん、こんなドンピシャなタイミングで軍が動きましたっていう、そういう話ですね。裏で何やってたんだかなということを勘ぐってしまうという、そういう話でございます。えー、ちなみにですね、この、ロシアアフリカ首脳会議の、まあ、一幕というのをご紹介していきたいんですけど、まずですね、エジプトが参加してましたということなんですが、はい、えー、エジプトのシシ大統領にですね、 え、待たされるっていう。今度はエジプトの大統領に待たされるプーチン容疑者っていうですね。ちょっとこの方のアカウント名が相変わらず読めないんですけども、多分あの、通りすがりとか日本語で言うとそういう感じのあの、な、お名前になるかなと思うんですけれども、うん、死死大統領におま、待たされてるっていうことなんですが、まあ、エジプトというのは、大国に対して全方位外交っていうのをしてます。 ソ連時代からソ連から武器を購入していたりとか、近年では中国からも武器を購入していたりとか、あと貿易関係も盛んですね。で、オバマ政権時代ぐらいにエジプトとアメリカっていうのは結構接近をしていって、今アメリカともかなり仲がいいです。エジプトというのは。ということで、え中国、ロシア、アメリカ全方位で外交をやっているのが、まあ、エジプトなんですけれども、ロシアはもう待たしてもいいと。 うん、そういう関係になってきたんじゃないかなっていう気がしますね。次の一幕はこちらでございますが、プーチン容疑者がですね、ほんとぬすっと竹竹しいことを国際社会に向けて臆面もなく言っているっていう話ですね、えー。今回の穀物合意破棄で、ウクライナの穀物がアフリカに行かなくなると。その行かなくなった分をロシアが補填をすると。代替すると。代替化するという話をまあしてるわけですよ。ところがですね、 ロシアがアフリカに回すって言っている穀物もそうだし、まあ主に小麦ですけれども、あとロシアの今小麦輸出が絶好調な背景もそうなんですけれども、そもそも論としてウクライナからパクってますからね。うん。ウクライナからパクった小麦を俺たちが売るぜって言ってるということですね。泥棒の理屈以外何者でもないというお話になります。 はい。では、一幕、最後なんですけれども、ちょっとびっくりなんですが、サンクトペテルブルクにですね、プリゴジンさんが現れました。最近ですね、ワグネルは給料が、えっ、ー、とね、半分近くかな、3分の2ぐらいまで給料下がったっていう風に言われてます。まだ、あ、日本円で50万ぐらいだった給料だったと思うんですけども、今ね、20万ちょっとぐらいまで減ったのかなうん。給料激減したっていう風に言われてるワグネルでございますけれども、プリゴジンさん、やっぱり自由に動けるんだっていうびっくりですね。 うん、サンクトペテルブルクで中央アフリカの代表団のお一人だと思いますけれども中央アフリカの代表の方と握手している写真が出回ってきたということですね。うん、ちょっと、まあ、ワグネルの動きに関しても今ポーランドにものすごい圧力かけていて国境沿いですねワグネルの兵士だと思うんですけれどもあの今柵が設けられているんですよポーランドとベラルーシの国境っていうのはフェンスがあるんですけれどもそのフェンス越しに投石とかしてなんか 嫌がらせしてるっていう情報も入ってますので、まだプリコジニさんが生きているっていうことになるとちょっとまたですね、これ注意して見ていかなければいけないというそういう話になろうかなということでございます。はい、では最後にトピックスをいくつかお伝えしていこうと思います。えー、まずはブルームバーからいきましょう。どうやらイタリアが中国とたまたまつっぽいですね。一対一路を破棄すると。 うん。協定から離脱する意向を、まあ水面下でアメリカに伝えたという情報が入ってきました。数日前からもうこの情報入ってきていて、一個に弱まる気配がない情報なので、おそらく間違いないというふうに思われます。ただし、メローニさんがアメリカでこれを発表するかというと、まあアメリカの圧力でやったって話になっちゃうといけないので、おそらく帰国されてから、 正式な発表が出るんじゃないかなというふうに思いますね。で、国家がですね、まあこういう重大な決定をするときっていうのは目的というのが単一ってことはあんまりないんですよ。複数の目的がある。で、どの目的にフューチャーするかで見え方が変わってくるっていうのがありますけれども、今回ですね、やはり中国の一対一論に関して、イタリアはずっと一対一論にあの署名したけど、全然経済的な旨みがないという文句を言い続けていたわけですよ。 その中で、えー、中国の経済が今ドカーンって沈んでますよね。うん。でも泥船なんで、もう別に破棄してもいいんじゃないと。それよりも、えー、EU ですね。EU の方にもっとこう、軸足を置いていった方がイタリアとしてはいいんじゃないかっていう、そういう判断があると思います。 そしてもう一つが安全保障的な懸念ですね。EU がどんどん中国に対する警戒感を強めてます。EU との関係をさらに密接にするためには、この安全保障という面で、やっぱ一体調に加盟していても良くないという、そういう考え方も出てきたんじゃないかなと思いますね。で、最後にアメリカとの関係をもう少し強固にしていくと。 いうところじゃないかなと思いますね。で、イタリアのこの動きを加速させたあ、もう一つの要因としては、やはりロシアがウクライナに侵略戦争をした。それをメローニ政権が強烈に自由のために否定しているっていうことですね。この部分でも民主主義国家の連携というのを強めたいという、そういう意図もあるんじゃないかなというふうに思います。うん。 ということで、イタリアが一帯一路から足を抜きます。ヨーロッパがどんどん足を抜いていくので、中国とヨーロッパの投資協定というのは今凍結されて凍ってますけれども、今後もずっと凍ったままだろうという話でございます。はい。次のトピックスは、ブラジルから、ブラジル日報ですね。えー、ブラジル、ジューマ元大統領、ロシアでプーチンと会談と、ブリックス銀行のロシア投資不能を説明ということで、ブリックス、 ですね。ロシアファンの皆さんが、まあなんかいきなり大好きになったブリックスですけれども、これね、1年ぐらい前かな、もっと前かな、あのブリックスこれから名前出てくるんでっていうことで、当チャンネルでは早くから紹介してるんですけれども、その時は知ってる人ほとんどコメント見てもいなかったですね。ブリックスなんていう組織はないって、あのコメントに書いてあることもあったぐらいなんで。 名称としてね、ゴールドマン・サックスがつけてるんで、多分名称としてそんなものはないっていう、まあ、あの、理屈上のコメントだったとは思うんですけれども、すっかり有名になりましたよね、ブリックス。うん。ところがですね、ロシアファンが頼みにしているブリックスなんですけども、どうやらロシアには投資できないと。うん、いうことを、まあ、ジューマー元大統領が、え、プーチンさんに伝えたっていう。 こ,とですね、これなんでかというと、制裁が効いているっていう話です。ブラジルが反ロシアになったから投資できない。我々反対するということを言ってるんではなくて、制裁が効いているからちょっと事実上難しいっていう話なんですね。 で、ブラジルが反ロシアになるよりも、まあ、制裁が効いているっていう情報の方が我々にとっては大事だし、ウクライナにとっても有益なので、より有益な形でこの情報は出ているということになります。制裁はどうしても抜け穴があるので、悪い情報も出ますけれども、確実に効いているということも確認できるという話でございます。はい。ではですね、最後に、ちょっとですね、二つ変わり種の情報というのをお伝えさせていただきたいんですよ。二つ変わり種の情報ですね。まず一つがこちらなんですけれども、 えーとね、ロシアファンの皆様っていろんなグラデーションがあるというふうに私には見えていて、えー、まあそのアメリカのディープステートがどうだとかあの金融資本がどうだとかっていうことを本気で信じてはいるけれどもかなり頭がよくて頭を使って客観的になるべく見ようとしてる方もいらっしゃいますけれども。 本当にロシアの言うことを全部ですね、丸呑みしていくような、もう自分で考えることを放棄してしまったんじゃないかというような方も中にはいらっしゃるんですけども、ついに日本人を売り始めたっていう、そういう話でございます。えー、ドラゴナーさんですね。よろしくお願いします。頭 Z としか言いようがない人から、プーチンと中日ロシア大使館に宛てたメールが転送されてきたことあるけど、こういうふうにロシアに批判的な人物の抹殺を依頼する内容ですっていうことでございまして、 ロシア大使館に対して、この人たちがあまりにも反ロシアなので、えー、報告しますっていう形でですね。おそらく黒塗りになってますけれども、えー、ウクライナを応援する日本人の方で、反ロシアでロシアを批判している方ですね。そういう人を、この人がそういう人でするっていうことで、ロシア大使館に報告しているっていうですね。うん。これ多分ね、消されてると思いますけれども、すでに。うん。こういうことをやる人が出始めたっていう。 話でございますね自分の頭で考えるっていうことを放棄してしまうと、ロシアには本当にコロッとやられます。で、ロシアにコロッとやられるってことは中国にもやられるので、日本の安全保障にとっては本当に言う、あの、いいことがないんですね。うん。で、こういう方というのを憎んでもしょうがないし、やっぱ攻撃してはいけないと思うんですよ。 最小限に留めるっていうことが我が国の健全性としては大事。つまりこれを見ている皆さんが健全であり続けることが防衛になるんじゃないかなというふうに思います。では最後にですね、変わったニュースの最後なんですけれども、メイロマさんでございます。よろしくお願いします。えー、谷本さんという方ですね、元国連の関連機関の職員の方なんですけれども、えー、イギリス、 が起こっている。ロシアに起こっている。なぜ起こっているかっていうのがツイートに書いてあります。イギリスはロシアが開戦して光熱費が2倍以上になってしまったからマジでロシアを憎んでいる人間だらけである。光熱費が一般の家で6万とか10万、月にだよと。えー、貯金だぞゼロ。毎月余剰資金皆無で借金だらけだから払えない家が大量にある。だからロシアへの憎しみは凄まじいということですね。 うん、まあ今回いろんなものの物価が上がる。そしてまあエネルギーも上がってますよね。電気代とかガス代もやっぱ上がってっている。圧迫はされるんだけれども、これ戦争が起こっているからこうなってるんじゃなくて、ロシアが侵略戦争したからこうなってるんです。ということをイギリスの皆さんというのはちゃんと現実を見ているということですね。その上でこの状態を沈めるためにはどうしたらいいかといえばロシアが撤退することということになりますね。うん。 で、ここで、まあ、ちょっとですね、電気代とか上がって苦しい部分我が家も出ますけれども、これもうウクライナ支援だと割り切ってですね。 一緒に戦っていこうかなというふうに私は個人的に心に決めているという話でございます。はい。というところで本日はですね、ウクライナがドネツク方面で一つの村を解放しました。こっからもう一歩先に奥に行くと、いよいよロシアの第一防衛戦ですね、ドギツイ残行が現れてくるということになります。ウクライナの戦いはまだまだこれからです。我々の応援がですね、何か一つの力になるかもしれませんので、また一緒にですね、ウクライナを応援していっていただければというふうに というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。